さあ今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様元気でしょうか。元気でしょうか。はい、取りましたね。お二人はこの番組に対する満足度、はい、今何パーセントですか。いやー、この番組は満足しておりますよ。毎回勉強になる、ためになる社長さんの、ね、お話が聞けたりしますけど、はい、我々的に皆様に喜んでいただいているかどうかっていうのが、はい、心配なところ、心配なところがありますね。そこでございます。はい、アイヌちゃんは、いや、もう同じ右に、左右に同じでございます。はい、今回ご紹介する企業様なんですが、はい、お客様の 120% のご満足を目標に掲げています。こちらの企業様です。難しい法律をもっと分かりやすく、法律家もサービス業であるという理念のもと、日本有数の司法書士グループを築き上げた女性がここにいる。司法書士法人コスモ代表社員山口さとみ。住宅購入、起業、相続など人生の節目で必要となる法的手続き、それを担う司法書士として顧客ゼロの個人事業からスタートし、今では全国主要都市に拠点を置くグループ企業にまで成長させた山口。そこにはかけがえのない父へのある思いがあった。さらに今注目を集めているエンディングノートの活用法など、山口さとみに話を聞いた。最初からこのお仕事をしようと思ってたんですか。私はもともと海外旅行のツアーコンダクターをしておりまして、はい、そこで旅行主任者という資格試験に出会って、法律は面白いなって思ったんですね。旅行主任者という資格試験なんですけど、はい、それでだったらこれに取り組みたいと思って、うん、旅行者を辞めまして、昼間は法律事務所、夜は専門学校に通うという生活を3年しまして資格を取りました、うん、そこからこの業界に転職をいたしました。はい、それはそちらの方のことがやりたいということで始まったことなんですよね。その資格を取るっていうのは大変なことですもんね。はい、実は私はもともとキャビンアテンダントになりたかったんですけれども、うん、旅行会社というのは第二希望だったんですね、はい、で自分の中ではこう何か失敗をした自分というのがあったんですけれども、法律というものに触れた時に、何かこれがこの自分の人生をこう救世してくれる、助けてくれる救世主のように思いまして、だったらこれで再チャレンジしたいなというふうに感じました。はあ、はい、なるほどね、はい、人生分からんの、はい、何か転機があったりとかそういうことですか。はい、資格を取りました後は3年ほど女性の先生のところで勤務をしていたんですけれども、うんうん、はい、ある日突然父親の命のリミットがあと3ヶ月しかないということを言われまして、うん、最初の2ヶ月というのは本当に一生懸命この民間療法を、ね、探して助けようと思ったんですけれども、もうどうしようもないと思った時に、うん、だったら事務所を持った姿を見せたいってこうまた思い立ってしまったんですね。でそこで本当にお金もないしお客様もありませんでしたけれども、事務所を立ち上げようという一心で平成9年に仕事を立ち上げました。はい、いや思い切りましたね。でもそういう何か大きなことに近づいた時にドーンと出たんですね。打って出たっていうか、ですから本当に起業しようと思っていたわけではなくて、うん、たまたまその時に見せたいという一心だけだったんですね。そうかそうかそうか、はい、それ一番最初に出会ったお仕事とかって聞いてもよろしいですか。はい、何が始まったのか。当初ですね、やっぱりお客様が全然ありませんでしたので、うん、当時でいう電話帳から、はい、税理士さんの事務所を探しまして、で開業に自転車をお祝いにいただいたので、はい、多分半径20キロぐらいはですね、自転車で飛び込み営業したんですね。ただ最初は全然話を聞いてもらえなくて、うん、多分当時バブル臭がいっぱいでしたので、保険の多分セールスレディーと間違えられたと思うんですけれども、うん、もう間に合ってるからっていうふうに顔も上げてくれないとかですね、うん、結構お迎えに銀行があったんですけれども、うん、もう二度と来てくれるなって言われたりですね、かなり激しい状況ではありました。でもやっぱりセールスさんって大変だけども、その人の感情を害しちゃう時もありますよね。そうですね、忙しいんだって言っててもね、だし、はい、必ずまた来られるしみたいな、
ああ、なるほど。そういう経験されて、はい、でも何かいただいた仕事があったと。はい、そうですね。たまたま、ご訪問させていただいた税理士さんが、従業員さんが私と同じ名前だからっていうことと、それから里見さん、はい、里見さんという方だったんですね。あと銀行がたまたま司法書士を探しているからというふうにおっしゃってくださって、本当に1ヶ月の間に税理士さんお二人と銀行2カ所からお仕事をいただいて、それを最後父に報告できたというところだったんですけれども、はい、じゃあお父さん安心は、そうですね、そこが一番最初にたどり着くまでって大変みたいですよね。税理士さんのお話も、ね、伺ったことあるんですけども、最初の一番最初のお客様っていうのが、はい、涙出るほど、獲得に大変で、でも涙出るほど嬉しかったっていう、いまだにあれが一番だなんていう税理士さんにこの間お目にかかりましたけども、そうですね、やっぱり感動ですね。やっぱりそうですか、はい、銀行さんのとかそういう、はいはい、起業されてまず最初に手をつけられたことって何ですか？はいはい、実は大阪の東大阪というところで開業したんですけれども、はい、もう2代目3代目の司法書士さんがひしめき合っていて、なかなかお仕事を本当に取れなかったんですね。はい、でそんな中で会社関係の登記というものをさせていただいていたんですけれども、ある自治体さんからその起業家創業をする方向けのセミナーをやってくれと言われまして、はい、やったことなかったんですけれども、はい、とりあえずチャレンジということでセミナーを始めたんですね。うん、でそこからこう一つのセミナーを聞いてくださった方からこうオファーが連続するような形になり、最後にはその金融機関様で新人さんの新入社員教育というところのお仕事まで頂戴するようになりまして、そこからちょっと広がってきたという感じです。じゃあその1回目が素晴らしかったんですね。もうね、訳も分からず1回目は、ね、はい、緊張感の方が先きますよね。そうですね、当時そういうことをする司法書士というのをまず見たことがなかった。未だに僕ないの、はい、ですのでどうすればいいか分からなかったんですけど、とにかくこの人にこう私は喜んでいただくことが好きなので、分かりやすくというところをね心がけさせていただきました。はい、そうすると教えした金行員の方が全国に赴任されていくので、全国に教え子が散らばっていかれるような感じになりまして、はい、じゃあまた先生お願いしますっていう。そうなんです。はい、でそこから全国のお仕事というものを頂戴するようになり、今支店も全国に5カ所あるんですけれども、はい、そういうきっかけになったのもその研修からだったと思います。人の縁がまた呼ぶわけですね。もちろん実力がおありな、ね、はい、方だからそうなんだろうと思うけども、広がっていくもんですね。そうですね、ありがたいですね。はい、実際こうお話聞かれた方からはどんなお声が寄せられてますか？はい、そうですね、やっぱりもう分かりやすいというお声が一番大きくて、どうしても専門家が話す言葉というのは難しい、法律用語は難しいんですけれども、私はこの旅行会社から法律の世界に来た時にすごくこうサービス精神のない業界だなって思ったんですね。なるほど、だからこそ分かりやすくとか、こちらからお客様の方に近づいていこうというふうに思いまして、そこを強調しているのが多分分かりやすいとおっしゃっていただくところかなと思います。その流れから相続のお話、というかご仕事もされるようになったんですか？はい、普段は金融機関様からの住宅ローンのお仕事が多いんですけれども、たまたま14年前にある本の書籍の監修をさせていただきまして、実は今も毎年リニューアルして本がね出版させていただいてるんですけれども、あと父を亡くした時の思いからエンディングノートというものも昨年発表しまして、そこからやっぱりその大人の法律周りとか、相続とか遺言とかそういったところも中心にお話をさせていただくようにしています。今ここにあるのがまさにそのエンディングノート。これはどういう
風に見て書いていったらいいんですか。まあ、特徴としましては、例えば自分が大切に思っている財産のこととか、うん、それからペットちゃんへの思いとかですね、もともと私が父を見送った時にすごく大変だったんです。預金はどこにあるかとか、保険はどこにあるかっていうのをこう探し回った記憶があったので、はい、同じようなことを皆さんがされないようにと思ってこれを作ったんですね。でも実際作ってみると、ここに書こうと思うとですね、どこにあるかってまず探さなきゃいけないところから始まると、実は重要な書類の片付けにつながるなって思いまして、はい、あと書き出していくことによって、例えば大切なお薬なんかを書いておくページもあるんですけれども、そうすると何か緊急でね、逃げないといけないときに、この人はこの薬を飲んでますよみたいにですね、こう命をつなぐノートになったり、心を整理するノートになったりというふうに、こう違う働きがあるなって作った本人がですね、気がつきまして、そうですね、私の歴史まであるよ、生まれた場所、生まれた時の大きさとか、はい、なんか特別な、これでもこれ自体を相続できるね。それすごく嬉しくないですか、これ親父が残していったら、これ、はい、俺の親父こうだったんだとかさ、そういうのもありますね。そうですね、メッセージとしてね。そうですよね、知らないことばっかり、はい、こう山口さんがさまざまなお仕事されてると思うんですけど、はい、何でしょう、その極意というか、どんな強い思いでやってらっしゃいますか。はい、今やはり女性が経営する司法書士事務所としては、日本で一番大きな規模にはなっていると思うんですけれども。あ、そうですか。はい、ただやっぱりこういった相続のところも含めまして、さっきおっしゃられたように、こう年々社会に貢献をしたいという思いもこう生まれてきたので、やはりこう自分のいろんな経験を踏まえた中で、皆さんが少しでもこう前向きに生きていけるようなお手伝いをできればなというふうに思っています。今後の目標としてはどんなものを掲げていらっしゃいますか。はい、はい、規模としては一番大きくはなりましたけれども、やはり日本一お客様に信頼される司法書士法人になりたいと思っています。ね、最初なりたい夢が他にあって、で、まあ、お父さんとのね、そういうことも 時間的なね、はい、余裕もなくてっていう、本当自分、今の自分は信じられないですね。そうですね、全く思い描いてもいなかったですね。そういった面だと、やっぱり人って変われるんですね。はい、うん、そんな山口さんの最後に格言をお伺いできればと思うんですが、はいはいはい、常に挑戦し続け、感謝の心を忘れないものだけが幸運を捕まえることができる。ずんときました。そうでしょ。ずんときましたね。本当に。いやいやいや、我々は一緒だから。これからもご活躍を楽しみにしておりますね。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。舞浜リゾート一望、スパ&ホテル舞浜ユーラシア。眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ。ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。では続いてご紹介する企業様なんですが、はい、綾乃ちゃん、はい、こう周りの人から、はい、綾乃ちゃんってこういう人だよねって言われて、はい、びっくりしたことってあります？私ってそんな人に見られてたんだみたいな。なんか意外とボケるんだねって、あれ言われました。なんか見た目最初なんか怖いみたいな風に言われちゃうことが多いんですけど、だけど意外と楽しいんだ、楽しいの、笑うの好きなんだねっていう風に言われることはあります。はい、ミシェルさんはこう言われて嬉しかったこととか。いやー、ミシェルもちゃんと静かな時あるんだねって言われた時にそれはありますよっていうね。はい、ねえ、いつもこうじゃないですよって言うけど、でもこっちの方が楽しいんだよね。確かにそうですね。はい、ということで次にご紹介する企業様なんですが、企業に眠っている売り場を見つけるのが得意というこちらの企業様です。楽しいだな。皆さんは通販ライフタイムバリュー、ベルトコンベア理論というものがあるのをご存知だろうか。通信販売事業者が4年で10億を達成するための70項目のチェックシートという独自のシステムを開発し、
売れない商品をヒット商品に変身させることができるというコンサルティング会社がここにある。商品をすごいこう愛してこの商品すごいんですっていう方多いんですけども、商品は売れるまで好きになってはいけないなっていうのがコツかなと思うんですね。客観的にこう商品を見れるっていう。企業に眠っている売り物を見つけることを得意とする株式会社ルーチェ代表取締役社長西村浩二、マネージャー松本美香。独特な眼鏡をかけたこの男、実は通信販売業界20年以上のキャリアを持ち、売れる通販プロデューサーという肩書きを持つ。さらに通販で年商10億円を突破するための6ステップ構築法、10億通販塾といったセミナーも開催し、通販ビジネスの活性化を目指している。売れない商品をいかにして売れるヒット商品にするのか、代表取締役社長の西村に聞いた。この名前のルーチェっていうのはまずどういう意味なんですか？はい、ルーチェは、イタリア語で光り輝くっていう意味になるんですね。それがまあお客、まあ、あのコンサルティング業務になりますので、まあ、お客様に輝いてほしいという意味で、社名をルーチェにしております。開業されたきっかけっていうのは何だったんですか？もともとお客様がですね、何か個別で通販をちょっとプロデュースしてほしいとか、通販の仕組みを教えてほしいっていうところがきっかけで、お客さんが先にちょっとついちゃったんですね。はい、だからサラリーマンやっていながらちょっとお客さんがいてたっていう、あまりちょっと大きな声で言えないんですけども、そういう状況があったんです。はい、それで通販の方をされたわけですか？そうです。もともと私は20年近く通販会社に勤めていたんですね。20年近く、はい、すごい経験がある。通販でずっと行ってたんですけども、全然違う会社さんの方から、通販をやりたい、なんかちょっと教えてほしいみたいな形で。なるほど。はい、きっかけはそこからですね。じゃあもうもともとそのお客様もいらっしゃったということで、はい、結構トントン拍子に進んでたんですか？まあ、トントンではないですけども、まあ、そうですね、お客様がいたので獲得するとか自分で講演活動するっていうことは先にあったわけじゃなかったので、そのお客様に対して全力でサポートするっていうところからスタートしました。はい、物を見つけるっていうことも必要なわけですよね。その物を売れるようにするとか、そういうことですよね。通販ってそういうことですよね。そういうことです。簡単に言うと物があって、その物側に、まあ、付加価値切り口とかを見つけてあげて、そしてそれを、対面ではなくて、はい、インターネットとかを使って販売するっていうやり方ですね。そうですね。はい、それのお手伝いですね。はい、何でも売れるものですか？何でも売れるかっていうとそうでもないんです。あ、はい、だからそれはちょっと通販として向いていないっていうのもあるんですけども、そのあたりはそれでしっかりとお伝えはします。思いがあるとか、結構こう説明が必要なものは通販には向いてます。なるほど。はい、例えばどういったもので。例えば、まあ、一番最近であればルンバみたいな、ああいう風な掃除機であれば説明が必要になりますよね。ゴミを吸い取るのに、はい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 、じゃあ、角とか取れるんですかとかですね、四角い角に丸いのが来た時取れないと思うんですか、はい、自動で動いてるやつね、はい、ああいう風にこう説明が必要なものっていうのはやっぱりネットとか通販では売りやすくなりますね。へえ、はい、そうだね。みんな喋ってなんかもうだん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 その気になっていくもんね。はい、うちのかみさんとか横でもう電話回してる時あるもんね。回し、あ、今打ってるのか、回さないか、やばいやばいやばいって打ってる時あるもんね。あ、そういうところが。そうなんですね。はい、誰しもがしてるようなものっていうのは逆にあんまり通販に向いていなくて、説明が必要なものは意外とこう通販向きになりますね。知らないでびっくりさせられる方が、はい、その説得力で動いちゃうんだ、はい、これなんだろうと思って見て。そうです、そうです、そういうことなんですね。はい、そのセミナーの中で、はい、10億通販塾っていうんですかね、はい、っていうのがあるとお伺いしたんですけど、はい、それは何でしょうか？これがもう、はい、うち、ルーチェの、はい、まあ、メインの商品になるんですけども、4年で、10億を達成させるために、はい、その6ヶ月間でその6のステップを細かく説明していくような、はい、塾になります。はいはい、まあ、塾なので、まあ、一体他のですね、はい、グループの社長さんがたくさんいるんですね。だから24名ぐらいの、社長さんが、まあ、いまして、で火曜日コース、木曜日コース、土曜日コースということで、月に、3回ですね、それを8人ぐらいで教えております。はい、
今日お持ちいただいたこちらがそうですか。そうですね、うん、これは、10億チェックということで、うん、10億を達成するためのチェックシートってなっておりますので、はい、社長さんの方で、実際自らされる場合もありますし、はい、あとは担当者スタッフにこれができてるかできてないかということをチェックしていくというふうになっておりますね。西村が生み出した通販ライフタイムバリューベルトコンベア理論である通販事業者が4年で10億を達成するための70項目チェックシートは自己採点方式のチェックシートとなっており、システム全体で弱い部分を改善できるようになっている。さらに西村が開催する10億通販塾といったセミナーに参加した参加者からは、西村のアドバイスにより新たな売れる商品開発ができたなど多くの声が寄せられている。顧客の付加価値を見つけ出し企業の業績アップをサポートする売れる通販プロデューサーならではの手腕なのかもしれない。そこにはもう経験から生まれてきたいろんなノウハウがあるわけですよね。そうですね、ノウハウをお伝えしていく、これは一本、ま、これだっていうのが。そうですね、はい、そういう、そうしないと話聞かないでしょ。そうです ね、 ね俺の話聞かないでしょ。聞きますよ、これ聞いていいだろうっていつも聞かないんですよね。聞いてますよ、勝手に喋ってるだけみたいな感じになってるだろ。聞いてますよあ、そうですよ、はい、何かこう、うん、メソッド的なものがあるんだよね、はい、ね、こう先ほど、はい、あの6個のステップがあるよってお話をお伺いしたんですけど、はい、それって具体的にお伺いしても大丈夫ですか。はい、基本的にはですね、一番 やらないといけないことっていうのは、まあ、ライフタイムバリューってすごい専門的なんですけども、はい、まあ、お客様の生涯価値っていうふうな考え方があるんですね、通販の中で、はい、でそのライフタイムバリューっていうのを一番核にしながら、まあ、要はあの一言で言うと、あの既存のお客様に何回か買っていただくということなんですね。新規のお客様を追うのじゃなくて、既存のお客様に何回も買っていただけるためにはどうするか、違う商品もっていう。そうです、そうです、はい、そこを最初にこう設計する必要があるんですね。でその後にリピーターみたいな、はい、リピーターみたいな形ですね。 それを買っていただくための切り口みたいなところが商品企画っていうところになります。でそれをまあお客様に届けるためには、決済とかシステムっていうのが必要になってきますので、それが3つ目のステップになります。で4つ目のステップとしては、物流とか在庫、商品を欲しいと思ってもなければ始まりませんので、がっかりしちゃうし。そうなんですね、その届けるための物流のところが4つ目のステップになりますね。で5つ目っていうのが、あのコールセンターとかですね、同梱物とかそういったものになります。で一番下のところが集客っていう形で、それがインターネットであったりとか YouTube であったりとか Facebook であるという形になるんですね。ただ皆さんこう1個だけ集客だけやるんですけども、例えばシステムのとこをやってなかったりとか、例えばあの商品の企画のところで売れるような企画を作ってなかったりとか、はい、はい、ということで、どこがちゃんとまんべんなくできてないと、先ほどお話ししたようなレバレッジがかからないっていうことになるんですね。はい、だってもうその通りだよね、布団に入っててさ、こんなになっちゃったけどさ、テレビ見ててあこれいいなって、うんって言った瞬間にはもう打ってるわけでしょ、はいはい、でバーって電話でバーってって、で何しこにポッと届いちゃうわけですよ、ね、そうです、これがコンプリートですよね、これでね。そうです、そうです、はい、これだよ、我々の話もそういう風になっていかなきゃいけないんだな。そうですね、あっちこっち行っちゃいけなくて、はい、もうちゃんとこう一つの流れにこうね。でもやっぱこう当の本人はやっぱそこまで客観視ができないから、こう何が抜けてるかっていうのが分からないから、やっぱこう、あ、そうです、そうです、アドバイスいただけるね。そういうことなんです、はい、一番面白いのがチラシをご用意しました。はい、でちょっと見てくださいってあるんですけども、そのチラシに電話番号がなかったりするわけですね。でご本人たちの会社の中では、もうそれは全部いろんな形でフォーマット見てやっているんですけども、このチラシどこで申し込みしたらいいのか分からないよねっていうふうなところが気づかなかったりするんですね。漏れたりするわけですね。松本さんは実際にその変化していくお客様っていうんですかね、ご覧になってどういうふうに思われました？はい、はい、そうですね、あの今言っていたように23名4名の経営者さんが塾にいらっしゃったんですけれども、はい、やっぱりあのこちらの冊子の中でお伝えしているあの6個のステップと70個の項目を、あの正しい順序で、あの正しい方法で、本当にコツコツとあの真面目にやっていただいている経営者さんはしっかりと6ヶ月後に売り上げが上がっているなっていうのをあの感じました。はい、であの毎月 あの塾の中でも実践報告っていうので、今月はこれをやってこういう結果が出ましたっていう報告をいただいてるんですけれども、もう本当に数ヶ月目から実際に商品がある経営者さんからはこんなに売り上げが上がってますっていうお声を聞けたので、それはすごく嬉しかったです。
それはあの結果が出始めたら、その会社の方々も楽しくなるでしょうね。そうですね、数字が出るってことはお客様からあの反響があったっていうことになるので、うん、嬉しいことだと思いますね、はい、ただ社長もね、はい、ほら来たまたっつっていうふうに思うよね。いえそれは、ね、そういうふうになるっていうことですもんね、はい、そうですね。うまくいかないっていう時があるんですか。やっぱありますよね。説明してても、はい、やっぱり今言われて松本さんが言われたように、はい、やることやってないとか、はい、どっかサボってるとかっていう。そうありますね。あとはあの正しい順番でやってるんだけども、うん、スピードがちょっと遅かったりとかね、あったりしますよね。あなるほどね、はい、あるわね、はい、その旬の時期っていうのがやっぱあったりしますので、ね、タイミングっていうね、タイミングありますのでね。そうだよね。数々の事例を見てきた中で、はい、こう売れる秘訣ってっていうと何なんでしょうか、はい、商品をすごいこう愛して、はい、この商品すごいんですっていう方多いんですけども、うん、あの商品は売れるまでやっぱ好きになってはいけないなっていうのがコツかなと思いますね。客観的にこう商品を見れるっていうか、すごい思い入れが強い時はですね、はいはい、お客様の声をなかなかこう見れないんですね。なるほど、そっちに行っちゃうから、そっちにエネルギー行っちゃうからですね、はい、で一生懸命説明はしてくれるんですけど、それお客さん聞きたいことじゃなかったりとかあるんですよね、うん、はあ、はい、はあはあはあ、一番聞きたいところどこだとか、はい、うん、あるもんね、うん、話の順番でね。そうです、はい、ありますよね、はい、一からはいらないよ。今もうすぐ何か教えてくれっていう時あるじゃないですか。そうですね、かみさんが何俺に怒りたいんだ、遠回しじゃなくてストレートにしてくれっていうね、はい、ちょっと違ったかもしれないけどね、はい、そういうのありますよね。 その順番で大事ですよね、はい、そうです。だから商品をすごい大事に思っておられる方こそ、うん、やはりそこをちょっと客観的に引くっていうことを常に言ってますね。それが秘訣だと思います、はい、最後になりますけども、はい、格言をお伺いできればと思います、はい、私はですね、緻密な計画、大胆な行動っていうのをやっぱり常にこう考えているんですね。だからまあ通販をやるときにはいろんなお客様を巻き込むんですけども、やはりそのためにはやっぱり計画をしっかりと組まないといけないなと思っているので、この格言に基づいて動いていますね、はい、緻密な計画、計画大胆な行動、スローガン、ね、緻密ですもんね。ありがとうございます。いただいてたテレビでボンと派手でやってるような感じだけども、ちゃんとしたそのポイントがあるという ね、うんうん、そしてこうチャームポイントのメガネが、ね、こう印象残ります。 すごく一度お会いしたらもう忘れないなっていう、忘れないし、はい、もう次の商品これだよ、はい、こちらですか、あれピッてきた。いやいや申し訳ない、こういう終わり方申し訳ないですけど、はい、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうも。ビジネスブックコレクション。調査によると日本国民の約4人に1人が慢性的な頭痛に悩んでいるそうです。しかし頭痛に悩まされ病院で検査をしても原因が分からず、辛い毎日を過ごしている人は少なくありません。今週のビジネスブックコレクション、おすすめの本はこちら、頭痛は足指で良くなる。この本を書いたのは頭痛治療科の重田慎吾さん。頭痛に苦しんでいる方に薬に頼らない快適な毎日を送ってほしいと自らの経験を生かし、手軽で楽々な頭痛解消法を一挙紹介。頭痛でお困りな方には必見の本ですよ。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。